はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。です。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。さあ、はい。ホリ会第2部ですよ。いいね。現場が違いますからね。そうだね。また、意気込みも新たに。そう。今日は、はい。スライムチャンクをね、うん、しっかりと綺麗に、うん、スライムチャンクらしくですね、ほうほう、成形していこうと思います。了解。だからね、高さもね、結局その下の、うん、今度合わせるって感じ。半分にもう合わせよ。はーい。了解っす。せっかく2チャンクあるなら、そっか。2チャンク分の力をね、うん、しっかりと発揮していきたい。なるほど。ほいで、その上で、そのハーフブロック、今低くなりなんなりして、うん、高さもね、はいはい、確保していきながら、うん、奴らがより湧きやすく、うん、そっかそっか。していきたい。今は、そんなモチベーションやってこう。そうですね。夢中になれるなんかチャレンジだったら、うん、全然1時間、あ、今日なんかあっという間でしたねみたいな感じなんだけどね。うん、ご理解っていうのは本当にね、ビーコンが欲しい。ビーコン。ここビーコン聞いてないからね。聞いてないっすね。うん、そうですね。あ、そういえば、うん、最近コミチンチャンネルっていう面白い実写チャンネル見つけたんですけど、皆さんには聞いてるよ。あれなんか、うん、たまに急上昇乗るらしいんですよね。ああ、みたいだね。うん、はい。急上昇ってすげえじゃん。このポコニャンチャンネル久しく載ってないですからね。そうね、確かに。なんか、うん、まあ、噂によると、うん、ゲームは、うん、もうほぼほぼ乗らないっていう。あ、なんかね、聞いたことある。自分たちに都合のいい噂を信じてますけど、うん、実際見ないですからね、やっぱ。そうね、そうですね、ゲームを急上昇って、うん、なんでなんだろうな。ゲームはゲームで、そういうタグがあるんで、急上昇の中にも、うん、オールジャンルでの急上昇はもうほんとマルチというか、実写が多いですね。なるほど。あれ、前急上昇乗ったのは ZOZO やったっけ？そうですね。定期便だったよね。ZOZO。あれね、ほんとね、時期がずれすぎたんで、うん、正直ボツにしようと思ってたぐらいですからね。ああ、そっか。あれだって、うん、公開日と撮影日、うん、しっかり1ヶ月ずれてますからね。ああ、ね、そのぐらいずれてたかな。はい。確かに。まあ、いろいろ兼ね合いがあってね。そうですね、うん、飛び回ってたんで僕も。じゃあ公開してみるもんやね。そうですね、うん、人生で何度この作業をしなきゃいけないんだこれ。スライムちゃんまだまだ背中あるのにしかもまだまだ背中俺の人生で何回やるのまだあと 4,5 回はあるかもしれないね。石でやったのかな。はい、なんてこった。はい、ありがとうございます。なんでレッドストーン掘ってないのかなと思って。掘れる能力がないね。そうだよね。ピンときたわ。すごい3本目にレッドストーン好きなのかな。だから好きなものを最後に取っとくみたいな感じでさ。それはないですよ。レッドストーンをご飯に振りかけて作るぐらいだな。そう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 。体調悪いんかってなるんですよね。どうしたっつって。何マス開ければいいんやっけ。何マスやって 2.5 やったかな。半分やったから、うん、オッケー。ここか。あ、そうそう、そこそこ。オッケー。はい。これを永遠と繰り返すんだぜ。大変な作業だろ。いいじゃん。うん、あとは、うん、ちょっと削れば、おい、三層式、巻きやすさ3倍になったわけです。なるほど。オッケー。うん、下にもういるんちゃうの？ね、いない。いないんか。いないよ。さすがに離れると思う。そうか。離れよ。ここ中から。はい、1,2,3,4 その秒数だったっけ。5,6,7,8,9,10 はい。もう一回。まだだよ。もう一回。湧いてる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 。おいおい、ちゃんと会話しようぜ。ごめんごめん。会話しようぜ。小道のボケつぶしや。全然面白くねえや。ボケつぶしや。しかも今ちゃんともういいかのタイミングでさ、うん、湧いとんのにさ。もういいよって言ってくれればいいのに。じゃあ倒すか。おい、おい、あ、いいじゃんいいじゃん。おらおらおら、あ、こいつジャンプしにくそうで、いいや、戦いやすい。やってるじゃん。おら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 、ちっちゃくなればもうこっちのもんさ。そうだね、うら、かわいいもんだぜ。さあおら、オッケー。あ、でも2個した。うん、12。あ、上にも開いてた。あ、上にも、うん、そう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 。あ、めちゃ湧くじゃん、もうじゃん。すげえ。え、これあっちゅう間じゃない。あっちゅう間やね、これ。もうちょっと離れてみる。そうっすね、うん、今の感じで。よかったー。ね、悪夢がよぎるもんな、スライムチャークに関しては。ほんとっすね、うん、あの、その失敗を経て経てね、経続けてね。うん、うん、ホルダーのレースの間違い、うん、はもうないですから。そうね、もういいっしょ。よし、もういいっしょ。早な、よし、大丈夫。そんな、そんなに巻くかな。
はい、沸かずあれあれで沸かずでももうこれでボール5個分になりましたからね。お、いいね、あと4つか。あと4つすぐだ、結構な数湧いたんだよね。ね、うん、あ、湧いてる、ちっこちっこいね、成長すんのこいつ。成長しないですもう一段、走ってみようかな。頼みてみる、アリさん、後ろ。なに、なになに、あー、うっそ、最悪。あ、なんか落としてる、ペッタンペッタン。お、倒そう、強いし。離れて、よし、はい、チック、タック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 。よし、もういいでしょう。湧いてるんじゃないの？ねえ、これ湧いてるだろう。湧いてるんじゃないの？湧いてるっしょ。湧いてなし、湧いてなし。あれ、あれ、そして、あれ、湧いてなし。うわぁ。おい、おいしょ、おいしょ。嘘でしょ。うっそ！わー！よっしゃー！目の前押してきよった。すぐ戻ります。おーい、はい、あ、よっさんのアイテム、ちょーい、やめてー。あ、どこ行ったっけ、どうやって行ったっけ、そっち。鉄の装備がないんですよね。鉄の装備、俺もね、壊れかけてたから多分2つぐらい壊れたと思うよ。ゼロです。でも、鉄はあるから作っていいよ。そう、延べ棒かなんかあったで。うっそ、あの野郎。え、まだおるんじゃん、おるじゃん。やだ、ちょちょちょ、いかんいかんいかん、あかん。ほら、お、ナイス、かっけー。ほら、いけー、こみち。ほら、あ、やべ、爆発すんな。お、ナイス。ちょっと待って、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 あ、くそ。それが目的だったのか。まさぐりー。くっそ。あー、くそ。はい、あ、鉄は、はい、うん。あ、持ちきれん、持ちきれん。あ、なんか目いっぱいある、いっぱいある、いっぱいある、なんかすっげえいっぱいある。拾って、ポンチの口からいっぱいなんかゲボみたいな。あ、湧いてる。お、マジで。よし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 、やったぜ。こんな茶碗をしてたら湧いた。あ、ちっちゃいやつだったな。あ、ほんと。ちっちゃいやつが今下に落ちた落下ダメージで捨てられて切るまでもなかったってやつ。無力化されてましたね。あ、いた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 、出てきた、でっけえの。いいね、特大サイズが出たよ。ナイスー。おら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 、おい、お、7個やった、あと18個。うん、お金もわかねえんだ。お、うん、うん。から8個取れた。お、ナイス。あと10個。おっしゃ。みんな解かれてる。何分？なんで最後の化け物を封印したんですか。このように厄災が放たれた。もうみんなの無事を祈るばかり。ペッタンペッタン。まずここで4つに分かれる。よし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 、いいぞ。いい感じ。今の感じがしてるぞ。おいおい、ファイヤー。はぁ、22個ってことは、お、達成。おーせー、やったー。あー、達成よー。やりましたな。これでスライムボールをね、うん、よし、9個のスライムブロックが作れました。よしっすね。なので、うん、次回以降ですね、はい、やっとあの TNT のあの無限装置が、うん、木を吹きますので。お、いいね、楽しみ。まあ、エンチャント問題もね、ちょっとありますけども、はい、一旦次回はちょっとそうだな、 TNT をちょっと詳しく進めようかな。いいね、やっていこうよ、うん。じゃあ最後、ルさんコメントどうぞ。おーい、立花かなでさんっていう方からの、はい、コメントで、羊が草ブロックの上に湧くのかっていう検証、これは、ま、前やったよね。今のところ湧かないよね。はい、うん、そうですね。だけど、そのどっかの穴の近くで麦か、はい、麦を持って、はい、いれば羊って寄ってくるんじゃないのかなっていうのがあるんやけど、前さ、あ、白樺の苗木取ったやん、はい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 、ああいう感じ、その
羊の近くに穴を開けてルールルってやったら来るのかなっていうのはちょっと気に、それぐらいしかもう羊を手に入れる方ないのかなと思ってる。ああ、なるほど。豚、それだったらもう全種類いけますね。あ、そうだよね、確かに。羊だけじゃなくて、うん、そうだよね。そうですね、あの作戦は無敵なんですけど、うん、乱用するとバランスが崩れるんで。ああ、なるほどね。そうやな、難しいな。あの、ここギリギリ作戦、ギリギリ作戦確かにそうだね、難しいね。そうなんですよね、地上のものそれ全て取れちゃうんで、うん、あの、あれをやると極論そうやなってことはあれはもうなし、なしなしの方がいいんじゃないですかね。なしで、いや、白樺は、うん、もうその建築にどうしても必要なものだったんで、うん、まあしょうがないかなっていう、うん、そうだね、しますけどね、うん、羊は、うん、まあなくても一応糸を取ればいいですから。そっか、なるほど、はい、そうだね。ストイックに来たら、はいはい、糸を集めましょう。了解、はい、ストイックに行きましょう。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。